ワゴンパーチヒコボンです。すっかりなんか季節が秋めいてきました。昼なので涼しいです。とてもポケカツ日和ですよ。これはこの間まで使っていたマイクがちょっと周囲の音を拾いすぎるのでちょっとマイク変えてみました。これはオリンパスのピンマイクです。指向性ってやつですね。これでどの程度変わるのか見てみたいと思います。キファニアの色試合もね出る気がしませんね。ちょっと期待しちゃいました。この黒卵とすでに出ているレクーザを連戦したいと思います。その前にロケット団と戦います。一応戦ってみるか。来ましたね、残念パターンです。御三家です。おリザードンだ。リザードン弱し、オーバーキルですね。ゲットチャレンジ、ゲットチャレンジは不思議だね。これ最初引っ掛けなんですよね。ちょっと待って投げる、ゲットです。評価は微妙でした。ニョロもいますね。ニョロも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 。キファニアさん、ああしまった。おお取れた。郵便局のレックスボール。このトンネルを抜けた先にはレックザがいる。あ、そう早いな。宮下公園で稼げたでしょ。あれ宮下公園まだ行ってないんだっけ。残念です。宮下公園以外でねそんだけ稼いだゲットじゃない。そうですね、たまたまいますね結構。あれがエスパーっていうのいまいち意味わかんないですけどでは始まります。7、6、5、4、3、2、1、0、 GO! 今日1戦目のレック剤になります。ドドン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 。カーゴ船が近くを走っております。2160、微妙なところで、でも色違いなら嬉しい。色違いを濃い通常色。あ、2156だった。下がりました。結構あれ動体視力良くないと分かんないんじゃないですかだよね、疲れるよねうん、そうですね、そうですね、はい、そこ無理に見ることないね。あ、賢いですね引き際が潔い。動体視力鍛えられるかもしれない、そう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 、日々衰えていく一方だからこういうとこで使わないと。見ない見ない。ゲットです。結構苦労したな。ではあと17分の8万様へ向かいます。雲行きが怪しいです。
風もちょっと強い。キバニラが2匹。これ1匹キバニラ消えちゃった。いないよね。今本庄公園がキバニラの巣なんですけど、ちょっと遠いですね。本庄の上はもう群馬ですからね。県境に来ます。群馬に行くって言ったら遠いでしょ。それそこ、あ、そうなんだ。あ、そっかそっか。新幹線に行くんですか。勝利です。2150。色違い、黒7体目8体目。私同じようにやってるのに3体しか出てないですよ。ビードオーバーで10戦ぐらいしたらちょっと多いですね。色違い濃い。通常色なんでしょうね。これ2人で倒せるからこんだけできますけど、通常だったらこんなできませんからね。それで3体ですから非常に厳しいですよ。ゲットです。渋い。じゃあまた。お疲れ様でした。ありがとうございました。2回できてよかったです。今日もレッグザー2回できてよかったです。通常のレイドボスだとね、こんなに簡単にできませんからね。1日1戦できればいい方です。この後はもう雨が降ってくれても変わらないです。稲穂が実ってます。実るほど欧米を垂れる稲穂かな。欧米垂れてますね、稲穂さん。涼しくなった8月の夜、パーキングのためイオンへ向かっております。地域運営課の黒卵です。ちょっとギリギリですかね。キバニアは見過ごせないです。ヨドモもいます。ちょっと、この嫌がらせみたいに消えるのやめてほしいよな。キバニアだけ消えてます。キバニア早く、キバちゃん早く。なんでこれキバニアだけ消えてんの。なんすかこれ。うわ、もう一本。のんびりしてる暇はなかった。よいしょ。空いてるかな。秘密の裏口まで行きます。
皆さんは誰もおりません。怖いよ。こう答えよ。来い。超低いっす。ケットはジェンジ、ケットチャレンジ、こう、うわ、通常食。そのまま安くなったお寿司と焼きそばをゲットです。これでヒンバスのスペシャルタスク達成ですかね。OK です。進化 OK です。これで次へ進めます。リワードを受け取る。OK。 次はこれですね。ドゴームの写真を撮る。相棒と歩いて3カメをもらう。相棒とりあえず簡単なのにします。ホイキングです。それに待ってドゴームですね。ドゴームの写真、ちょうどうまい具合にタスクにいるんです。ナイスだった。ああ取れちゃうっていうね。とりあえずこれを撮影してミッション完了します。あ、1枚で終わったんです。あとはグレートスロー3回。狙うと出せなくなりますね。あ、取れちゃうっていう。これでいきましょう。 OK OK OK。 グレートスロー3回連続投げる、達成しました。しかも取れちゃうっていうね。これでスペシャルリサーチを2個達成です。あとは相棒と歩いて3個飴をもらう。これで次のステージに移ります。というわけでレクーザのレイドもできて、マーキングもできた。あとスペシャルタスクも進めることができました。そんでもって夕食もゲット。ナイスな夜でした。